全てのユミルの民に告ぐ。今、エレンの声が。俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し、全てのユミルの民へ話しかけている。パラディ島にある全ての壁の硬質化が解かれ、その中に埋められていた全ての巨人は歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。しかし世界は、パラディ島の人々が死滅することを望み、この島のみならず全てのユミルの民が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺はその望みを拒む。壁の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。